東京電力は福島第一原発で溜まり続ける処理水について、海水で薄めた上で海底トンネルを使って沖合1キロの地点から放出する計画です。海底トンネルはおとといの時点で800メートル付近まで掘り進められていますが、昨日から一旦停止、ケイソンと呼ばれる放水口を海底に固定する作業を始めました。この作業は完了までには3、4ヶ月かかる見通しで、 その後、海底トンネルの掘削を再開させてつなげる計画です処理水の海洋放出について東京電力は来年春頃の開始を目指しています